ロバート・トーランはアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身の元プロ野球選手陸上競技選手のエリ・トーランはいとこにあたる1965年にメジャーに初めて昇格する1967年は110試合に出場さらにワールドシリーズにも初めて出場しボストン・レッドソックスを破ってワールドチャンピオンとなる1968年は 前年に続いて、ワールドシリーズに進出したが、デトロイトタイガースに敗れた。10月には、日米野球のアメリカ代表であるカージナルスの一員として来日。10月26日の巨人との第二戦では、城野内国をから本塁打を放ち、またハイレベルな守備で日本側の注目を集めた。 10月11日にベーダ・ピンソンとのトレードが決まり、ウェイングレンジャーと共にシンシナティレッツに移籍した。レッツ1年目の1969年は、初の3割となる打率。305に加えて21本類が、93打点を上げ、さらにな、リーグの中堅紙として同年1位となる1試合あたり2.81の、レンジファクターを残した。 さらに1970年には共にキャリアハイとなる打率316、57盗塁を記録し初の個人タイトルとなる盗塁王に輝いた。しかし1971年はアキレス腱を痛めてシーズンを棒に振っている。翌1972年は打率283、82打点、42盗塁と復活を遂げ、 ハッチ賞とカムバック賞を受賞した。1973年は打率206と成績が低迷し、11月9日にサンディエゴパドレスへのトレードが発表され、クレイ・カービーとの交換でデーブ・トムリンと共に移籍している。1976年2月12日にパドレスから放出され、フィラデルフィア・フィリーズに移籍。さらに翌年ピッツバーグパイレーツに移る。 1978年に南海ホークスのオファーを受け、3月31日に入団が発表された。NPB デビューとなった4月9日の対、クラウンライター戦でいきなりタイムリー安打を放ち、また中堅守として、攻守も見せている。しかしシーズン通算では打率、268、6本塁打に終わり、同年限りで対談。 翌1979年は再びパドレスでプレーし、オフに現役を引退した。引退後は指導者の道を歩み、メジャーではパドレスとシアトルマリナーズでコーチを歴任。マイナーでは1984年から翌年にかけて、パドレス参加の AA 級ビューモントゴールデンゲーターズ、1988年から1989年にかけては、 オルチモアオリオールズ参加の A 級、エリーオリオールズで、それぞれ監督を務めている。また、2006年にもシカゴホワイトソックス参加のルーキー級、グレートフォールズ・ボイジャーズで監督を務めた。ありがとうございます。